おはようございます。3月8日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、148円1525の戻り売りから148円の40ストップ、147円の6555の利食い買い戻しをイメージをいたしました。作成時が147円の86近辺でございまして、かなり引きつけて売ろうというふうに朝方から思っておりました。まあ、あんまり147円台突っ込んで売りたくないので、それだけはちょっと突っ込み売りをしないように自分で今日は気を引き締めてみたいと思います。ユーロドル 1.093020 の買いから 1.08 の90ストップ、 1.098090 利食い、ユーロ円161円の5545の買いから161円の25ストップ、162円の3040利食い、ポンド円、こちらが189円の05、188円の95で買いから188円の75ストップ、189円の6070利食い、タイドル 1.278070 買い、 1.2745 ストップ、 1.282535 利食い、オージー円97の7060買いから9735ストップ、98円の2030利食い、タイドル 0.659585 買い、 0.6560 ストップ、 0.666575 利食い、ニュージー円91円の05、90円95で買いから90円80でストップ、91円の6070利食い、タイドル 0.615040 買い、0.6125 ストップ、 0.6195、 0.6205 で利食いのイメージを作っております。まあ、あんまり下突っ込んで売りたくないので、先ほど一瞬ですね、ドル円の方が跳ね上がりまして、120までつきましたが、150で置いておりました、こちら利食いが、メイクのショートがつかずに今、012まで下がってまいりまして、これすいません、なんともうジンクスになってしまいました。ジンクスでキャンセルになります、差し値の方は。そういった形になりました。ちょっと売りたかったですけどね、15のところはね。なんか瞬間、まあ148円台乗っかってストップがあったのかなっていう気がしますが、今148円が割れるところでございまして、ちょっとなんかもったいなかったなっていう気がしますが、148円の15は、ジンクスでキャンセルになりました。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。